はい、吉田隆の教え方チャンネルです、えー。今日はですね、個別学習に効果を見て聞いて覚えるということでタブレットを活用する際に非常にね学習効果の上がるサイトを紹介したいと思います。えー、私自身も子どもたちの指導に使っています。 はいえー、教材は e ボードと言います NPO 法人 e ボードが運営する無料のオンライン教材です、えー、小学校1年生から中学校3年生までの収容教科すべて揃っていてしかも教科書に合わせてありますこれほどの内容のものが無料であるというのはまずないと思いますね、えー、もともとは個別学習用あるいは学校に来れない子どもたちや発達障害の子どもたち用に開発したものだそうです、えー、これですね実際使ってみて思ったんですけどね独自障害の子どもたち 本当に効果があります、えー、ね、この教材の作りなんですけどもまずね授業の動画は7分程度ですねコンパクトにまとめてあります、えー、それを見た後に、えー、ね 問題を解いていてくと、えー、問題はいずれもクリックして答えにいるという形になっています。えー、独自障害の子どもたち、なぜ効果があるかということなんですけどもね、えー、独自障害の子どもたち、読んだり書いたりするのが苦手なんですね。でも、見て聞いたりして学ぶことは非常に得意です。えー、この教材のいいところはね、まず見て聞いて学んで、それもクリックして答えるって言ってるんですよ。書書かないいいいいいですすね、えー、無理ににににせることとをしないのの非常に、ね、使いやすいというふうに思っています特に、ね、独自障害の子供たち,こう書いちゃう ううとねねもそれれだけでで疲れちゃうんですよ、ねえー、覚えるところまでね脳のリソースを割くことができないんですけどもこういう作りの教材だと本当にねしっかりと学習できるんじゃないかなと思います。もちろんね通常学級の子どもたちにも使えますのでね是非一度使ってみていただきたいというふうに思います。 はい、もう一つ紹介させてください、歴史人物読み上げかるたと言います、これは私のチャンネルで流している動画で、えー、小学校の社会科、歴史で登場する歴史人物、約40名の名前をカルタ形式で覚えていこうというものです。えー、作りなんですけどもね、歴史人物のイラストが出てきて、その下にエピソードが出てきます。 これをカルタ形式で読み上げている間に、歴史人物の名前を思い出して自分で唱えると、しばらくすると答えも出ます。 そういういい作りになっていますこれなんかもね、えー、授業時間の隙間、あるいはね、6年生の歴史の授業だったら、冒頭部に使える、使うことができると思います。これ5分間コース、3分間コース、2種類あって、えー、特に5分間コース、非常に人気でもうすでに7000アクセスを超えております、えー。ではね、その動画の冒頭部分をちょっとご覧いただきたいと思います。歴史人物読み上げかるた 5分間で歴史人物の名前を覚えることができます。カルタを読み上げている間に歴史人物の名前が言えるかな神秘的、まじない使って国まとめ、山大国の、女王卑弥呼、仏教と天皇中心の国づくり、憲法制定、聖徳太子、 海を越え、大陸文化、遣隋使、大使の使い、小野の妹子はい、えー、私が紹介したサイト以外にも、本当にね、えーこう、YouTube 上に短い時間で学習ができる効果的なサイトがたくさんあります。こういったものもね、ぜひね、利用していっていただけたらね、効果的な学習ができるんじゃないかと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が役に立ったという方、ぜひチャンネル登録お願いします。